人では温かみがあって、まつりおばあちゃん大好き。てか、まつり身内基本好きだからな。家族というか。だからそもそも全人類、人間、生命が好き。生命、そうだね。生命が好きです、まつりは。別に人間じゃなくても好き。すげえな。いや、そうだね。好きだね。アンチも好き。あ、アンチも別に嫌いじゃないよ。そもそも、まつりのこと見てくれてる時点で、ね、認識してる時点でさ、かまってくれてるやん。キーも、もうゴキブリも別に罪ないしね。何が悪いって、勝手に人の家に上がり込んでることが悪いだけでさ、勝手に家の中にいるのが嫌なだけで、なんか別に外にいたら別にその生命自体が悪だと祭りは思わないね。お化けは生きてないね。祭り言ったよね、生命だって。生きるもの全てが好きって言ったよね。お化けは生きてないんだよ。お化けは嫌い。わかった。ゾンビは、だからゾンビ生きてないやろ。心臓動いてない、あいつらは。一回死んで蘇ってきたのがゾンビって言うんでしょ。ね、わかる？もしかしてみんな動いてるものすべて生命と捉える系？野菜は生命じゃないの？野菜ね。野菜はね、生命なのかな？野菜が生命だっていう風になると、ちょっと生きるものすべてが好きとは言えなくなるね。うん、野菜はちょっとね、ちょっとダメかね、ちょっとダメかもしれない。あの、心臓が動いているものという風にしましょうね。心臓が動いているものすべてということにしましょう。大腸菌は考えたことある？ねえ、生きてるものみんな好きなんだーっていう人に対してさ、へえ、じゃあこの人は大腸菌も好きなんだー、ならんでしょ？だいたいわかるじゃん。だいたいだよ。そんな、じゃあ大腸菌は？とかさ、じゃあアメーバはどうなるの？とかさ、いちいち気にしないでしょ？ねえ、気になる？そこ、この人は大腸菌好きなのかなって。じゃあ祭りがもし、え、ちょっと大腸菌はそんな好きとかじゃないかもって言ったら、うわ、大腸菌差別だーってなるの？ならないでしょ？もっと豊かに心を広く持って行こうよ。ね、わかった？光満ちる未来へ、続く道も止まらない、確かに